正気か。我はげんなりするが。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じる。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。やあ、こんにちは。何か用かい？海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか？家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。今どこにいるのだ、その弟は？知らないな、最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。やれやれ、また戻るのか。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。
お前は手紙を書いたことがあるのか。あるけど、書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚かな。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。わかったわかった。あれ、配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ。荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。何か知りませんか？悪いけど、俺は力にはなれそうにないな。そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。家出で行方不明になった者が2人。偶然であろうか。その子の行き先に心当たりは？そうだね。もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。難破船か。調べた方が良さそうだ。ああ、入り江に行ってみよう。カイネ、エミール。どうしたんだ、二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません。カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配？魔物か？ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないが、下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか？いや、なんでもない。
さっさと行くぞ。僕たちはここで待ってますね。あんな大きな船、どこから来たのかしら。悪いね。また来てくれよ。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。さんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。この船、至る所が腐りかけておるな。むやみに暴れるでないぞ、下着女。ああ。カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか。外の空気も吸えますしね、カイネさん。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう、カイネさん。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。油が残ってる。まだ使えそうだな。鍵がなければ先には進めぬな。どこかに鍵がないか探してみるか。今女の子が。我も見たぞ、いつの間に後ろに。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。連れ戻した方が良さそうだ。誰もいないぞ。おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。この船は一体。ナンパ当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。
この先はかなり暗そうだな。先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものである。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。まったく世話の焼けることだ。ともかく奥を探してみよう。今の音は何なんだ。上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。入り口で見た娘が倒したのだろうか。おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。これをたどれば娘の居場所に行き着くかもしれん。分厚い本が置いてあるな。何だろう。公開日誌のようだな。中を見てみるか。船の進路、天候、入港記録。大型の船だけあって事細かに記録されているな。だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ。航海日誌を読み解いている時間はない。先を急ぐぞ。白い手形はこの扉の方に続いているようだが。おかしいな。あの子はここを通ったはずなのにどうして鍵が。まさか本当に。いや、幽霊などを馬鹿げておる。鍵をかけ直したに違いない。まだ何も言ってないだろう。どちらにせよ先に進むためには鍵を見つけないとな。鼻の向こうで何かが光ったぞ。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。なぜ狭い通路に棚が置いてあるのだ。待て、この棚動かせそうだ。机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。船で扱っていた商品の記録のようだ。どれどれ。どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。非道なこと。人を売り物にしてたってことか。そうだ、かなりの儲けを出していたようだな。同じ人間なのにどうしてそんなこと。わかりたくもない。愚かな人間はどこにでもいるということだ。棚の方から隙間風を感じるな。おい、この白い花瓶スイッチのように動かせるぞ。
大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。ここで行われていたこと、想像したくもないな。魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。上の階の部屋を調べた方がいいのではないか。音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか。待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。どうやらこの管は船尾にある船室とつながっているようだな。もっと奥に進めばいいんだな。行こう。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。この扉は開かないようだな。ここは厨房か。大きな鍋だ。大勢の船員のためにここで料理が作られていたのだろう。調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン抜き、船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。料理の好き嫌いが許されるとは贅沢なものだ。なんだこの匂いは。奥の部屋から漏れているのか。またリンゴが落ちてる。これも喧嘩夫婦の夫が落としたものか。一体いくつリンゴを持ち歩いているのだ。ともかくもっと奥を探してみよう。この床、おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。ここは暗くて何も見えないな。おまけにひどい匂いだ。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。
どこかに落ちてないか探してみよう。あれは？ランタンはまだ見つからないのか。歩き回って探すしかないぞ。シロ、よかった。ランタンがあったぞ。ようやくか。喜んでいないで、さっさと点火するのだ。この死体は町の者たちと喧嘩夫婦の。そんな、嘘だ嘘だ。どうしてあの人が、町のみんなが。しっかりしろ。カイネが感じた気配、おそらく町の者たちを殺した犯人はこの奥にいる。ああ、絶対に許さない。もう見るな。お二人とも。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか？ああ、少しはマシになった。世話をかけたな。そうか、本当によかったよ。今度はお二人の元気がないようですけど、何かあったんですか？ところでカイネ、お前が感じていた気配だが。ちょうどこの上の階からだ。やはり先に進むしかなさそうだ。丸められた紙が何個も捨ててある。これは手紙か？どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めぬ。ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれぬ。心して進めよ。この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。何かがおかしいぞ。こいつ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。
あれ？君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を？ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした。あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは。カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人とも、よかった。無事だったんだな。はい。でも、配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであれば、あの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。死なないなんて。いや違う、確かに奴の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ。対しろ。船にいた女の子の正体が魔物だったなんて。今までの魔物とは何かが違う。油断するな。青のついた触手を狙うのだ。
を切り刻むぞ。奴は町のみんなを絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。やったか。なんだあの大きさは。おしただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。体の一部を槍に変えて撃ってくるなんて。こんなに大きな獲物が存在するなんて。じゃない。気を抜けば殺されるぞ。このままじゃ町が危ない。何としても止めないと。槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけど、クソボタン。このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。
れ。なんとかしないと。体が。何してる？殺されるぞ。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。お前なんか嫌いだ。ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。かくまうぐらいお安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて、その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。また君にも手紙を届けるよ。夫は見つかったの？それは。どうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。も
さかあの人はもう。旦那さんは魔物に殺されたんです。俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ、どうして夫が思い出のカバンをバカみたいにずっとつけて、ずっと私のことを思ってくれて、そんなの嘘よ、嘘って言って。あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ、気負いすぎるな。お前はよくやった。悪いね。また来てくれよ。一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるってどうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。嫌だって言ってたのに。苦しいけどこんな時こそ花を。主人、